戦国時代、三戸町は南部氏という一族によって治められていました。三戸城は永禄年間に24代春政によって築城されました。城山公園には当時の石垣が残っています。歴史民俗資料館では数多くの資料を展示しています。これは豊臣秀吉朱印状、南部領を治めるよう命ぜられています。戊辰戦争後の明治時代、戊辰戦争により会津藩から砺波藩へ国替えされ、三戸町には会津藩士に関連する由来地が点在しています。寛福寺にある白虎隊の悲劇を偲んだ国内最古の供養碑。三戸大神宮には会津藩の藩校、日進館教授杉原凱が眠る墓があります。戊辰寺には戊辰戦争後に亡くなった会津の人たちを供養する石碑があります。国登録文化財佐藤家建造物群は大正時代に建てられました。和洋折衷の造りを持つ佐滝別邸は大正ロマンを感じさせます。